おはようございます。PEMS、レムズ、リスニー VOA、日本語、英語リスニング教材サイトです。台湾、蔡総統、中国と無条件対話を要求。反新党法に署名。台湾の蔡英文総統は15日、台北の総統府で談話を発表し、中国からの選挙介入を防止する反新党法に署名し交付したことを明らかにした。一方で、中国は今回の選挙で台湾の人民が表明した意見と意思を深く理解してほしい、とも述べ、中国側に政治的な前提なしに対話に応じるよう求めた。蔡氏は総統選の当選が確定した直後の11日夜の内外記者会見で、中国側に平和的、対等、民主的な立場での対話を呼びかけており、15日、対話の具体的な計画を問う記者団に対し、中国側が現在の政策について検討してほしい、と答え、中国側が態度を変更すべきだとの考えを示した。また、蔡氏は反新党法は中国との交流に反対するものではないと強調。一部世論の懸念に配慮し、行政院、内閣に相当に違法行為の具体例を周知するよう指示したと明らかにした。反新党法案は昨年12月31日に立法院で可決され、1月10日に総統府に送付された。蔡氏の署名、交付が15日になったことで、同法は今回の総統選には適用されなかった。これに対し、中国で対台湾政策を主管する国務院、政府、台湾事務弁公室の馬行光報道官は15日の記者会見で、台湾は中国の一部などとする、一つの中国に基づく、1992年コンセンサス、合意が中台関係の政治的基礎だとの立場を改めて主張した。以上です。ありがとうございました。リッスンニー VOA でした。